あそこの地面、何か落ちてない？気をつけろ。不用意に裂解の中のものに触れるな。これはブローニャの。そうよ、まさか、まさか彼女はもうここにいるの？うわねえ、あれ見て、あれってブローニャじゃん。え、なんで係屋もいるの？いや、あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。裂解が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。ここがどのような場所なのかまだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。今となってはただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だが、これら断片的な表彰に惑わされるな、ブローニャ。約束が果たされる日、この廃墟は新たな世界の苗床となるのだ。お母様は本当に性格の約束を信じているのですか？あれは壁の外に吹雪を呼び、裂解を生んだ。そして私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先はその破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は私たちに一筋の希望を与えてくれた。新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り、無意味に生きながらえることを諦める。これが性格が示す対価だ。約束が果たされたら、ブローニャ、私たちはもう生涯をかけてこのハイドを守る必要がなくなる。貴様と私はハイドから新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。この装置すごく複雑ね。彼女たちはどうやって入ったのかしら。はあ、やっぱそう簡単に行くわけないか。そうだ、さっきの空き地にエネルギー中枢に似たものがあったよね。戻って調べてみようよ。この門と関係があるかもしれないし。俺は裂解深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが、だが、他に方法はない。七に落とし入れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも冒険精神に妥協する時があるんだ。は反応した。でも門はちっとも動いてないね。
他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。ほらあっち、次の装置が見えた気がする。私にも見えた。行くわよ。乗ってる？うちの出番。ビュン。この機会を逃さないで。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。こっからが本番だよ。もっと！あのモンスター、エネルギー中枢を守ってるみたい。そのようだ。妙だな。劣界のモンスターは人造物を破壊するはずだが。聞こえた。きっとこの装置も解除されたんだ。よし、次のを探しに行こう。次の装置はあったわ。あの門の後ろよ。スイッチがない。何とかして回り込むぞ。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。リベットタウンは劣界から伸びた一本の触角に過ぎない。俺たちが今から行こうとしているのはその心臓部だ。
you